お前を詐欺罪と器物損壊罪で訴える。理由はもちろん分かってるよな。お前がみんなをこんな裏技で騙しセーブデータを破壊したから。覚悟の準備をしておけ。近いうちに訴える。裁判も起こす。裁判所にも問答無用で来てもらうぞ。慰謝料の準備もしておくんだな。お前は犯罪者だ。刑務所にぶち込まれる楽しみにしておくんだな。いいな。